山口誠也です。今日はですね、まあ昨日もお伝えした通り毎日投稿を、これからも続けていきます。ということでですね、まあ今日の動画はですね、久しぶりにラップを、歌いたいと思います。ラップですね。何ラップにしようかな今日は。じゃあそれでちょっと皆さんにお知らせがあったんですね。僕はね、来週から、会社、車通勤になります。はい、まあね、まあ免許取った時の動画をね、まあ皆さんに、まあ動画を撮った時に言ったと思うんですけど、チャリと電車はいいですって言ったんですけどね、あの来週から、はい、車で会社に行ってね、車で、帰ってくるって感じで、まあとても朝の時間より結構ね、楽になります。はい、まあそんなちょっとまあどうでもいいお知らせなんですけど、はい、早速今日はラップ動画いきたいと思います。で今日のラップはじゃあどうしようかな、寒いラップ、イエイエ。寒い時にはどんなものを着るかみんなわかるかい？まあ、大体わかると思うけど、コートとマフラーがいいよ。それらを羽織わないと朝結構寒いよ。特に自転車はやっぱり坂が辛くて疲れるけど、一番いいのはバイクと車だよ。でもバイクは寒いから車が一番いい。寒い時に飲み物といえばやっぱりココアだね。あれはとても飲むと心まで暖かくなる。それに結構仕事にもやる気が出ると思う。だから冬の間にはココアを飲みなさい。 Yeah Yeah はい、ということで今日ですね、久しぶりにラップ動画を撮らせていただきましたね。こうやって毎日動画を続けていくんで、皆さんぜひぜひチャンネル登録とコメントもね、お願いします。では山口誠也でした。またね。